はい、皆さんこんばんは。2000年代ストリートファッションとヒップホップを語るチャンネルです。今回は第92回目の動画となります。タイトルはこれやっちゃってないストリートファッションでやりがちな NG 例参戦パート3という形でお送りしていきたいと思います。本題に入っていく前に、いつもこのチャンネルの動画ご覧いただいて、コメントや高評価 DM くださる方本当にありがとうございます。本当に何回も僕の動画で言ってるんですけど、動画を上げるためにコメントいただくこととかアクションくださる方が結構増えてまして、ここまで反響いただけると思ってない、勝手に自由気ままに始めたチャンネルだったんですけど、いつもご覧いただいて本当に皆様には感謝しかないです。という形で、早速今回も第92回目これやっちゃってないストリートファッションでやりがちな NG 例参戦パート3という形でお送りしていきたいと思います。はい、でこのシリーズなんですけれども、以前に動画を作ってて、ストリートファッションでやりがちな NG 例1、2まで作ってます。結構こういうネガティブ発信系の動画伸びるのか分かんないですけど、1万回以上再生されるっていう形になって本当に感謝です。結構僕これを動画で言いたいこと結構発信してて、まあ、お前が 何様なんだみたいな、お前偉そうに言える立場じゃねえだろみたいなこととかなんか結構書かれたりとか、もう本当に一部の方からですね、めちゃくちゃ叩かれたりしたんですけれども、まあそれでもですね、懲りずにやっちゃいますということで、今回はパート3という形でお送りしていきたいと思います。今回も偉そうに発信しておりますのでご注意くださいという。で、警告なんですけれども、この動画には一部不適切な表現が含まれています。気分を害する恐れがありますので、それでもいいという方のみご視聴くださいという形になっております。何回も言うんですけど、この動画僕結構偉そうに語ってるんで、僕みたいな身分の人間がこんな上から目線で偉そうに語れることは良くない、やっちゃいけない、ダサいっていうのは十分承知してるんですけど、まあそれでもやっちゃいますということですね。もう一度言います、何度も言います、本当に頼むから、これストリートカルチャーに興味ない人は見ないでくださいという形です。多分本当に嫌な気分になると思います。でこれから述べていくことは僕のあくまで個人的見解なので、自分の私の言うことが正解かどうかは別ですということで、あくまで個人的見解で語らせていただきます。はい、でその11ということで、前回のパート2でその10までやったので、今回はストリートファッションでやりがちな NG 例参戦その11です。それは他人にマウントを取るということですね。はい、いきなり精神論的なお話になってしまってすいません。ちょっと正直ファッションとは関係ないんじゃないかとか、これ全然違うことを話してんじゃんみたいなことが言われるかもしれないんですけど、まあ、結構個人的に大事なことかなと思ったんで、これを選ばせていただきました。でやっぱこの他人にマウント取るっていうのは絶対に NG かなと思ってて、これやられた方も嫌だと思いますし、傍から見てるのも嫌だと思うんですね。はい、まあなんで、まあちょっとこういうのはストリートファッションにおいては絶対に NG だと思いますし、それこそ人間的に人にマウント取るっていうのはかっこ悪い行為だと思うので、自分は NG だと思ってます。例えば妙に上から目線のやつってことで結構いたりするんですよね、見てると。まあ例えば例ですけど、まあこの女上司の方が、勝手に女上司ってことにしておくんですけど、まるまるくん最近さ、ガールズオントくらいの服よく着てるけどさ、ベルディのこととかちゃんと知ってる、てかちょっともう古くない、君って本当に今時のありがちな感じだよねとか、例えばこういう風に女上司からいきなり服装について上から目線で言われたら、これ多分イラつくやつとか結構いると思うんですよね。てか僕だったら、いや、ぶん殴りたくなりますねっていうことで、こういう謎の上から目線のやつたまにいますね。いやこれは嫌われますし、いや正直言ってすげえ寒いなと思います見てて。あとはですね、求めてないのにアドバイスしてくるやつっていうことで、いやこれもなんかたまにいたりしますね。何なのかなと思って、例えばてかさ、その格好にそのスニーカーはないよ、お前はまだ初心者なんだからもっとショップのブログとか雑誌見て勉強しなよ、俺は〇〇とかなんとかとかの情報を参考にしてるみたいな、例えば男上司からいきなりこんなこと言われたらめちゃくちゃイラつきませんかっていうことで、はい、僕だったら、ちょっとやばいですね、ナイフで刺すかもしれないですね。それはしないんですけど、はい、いやまあこういう人もたまにいますね。なんでなのかなっていう、なんか人のこと気にかける前に自分のことに集中しろよって思うんですけれども、謎のこういうマウントいますね。あとはですね、やたら知ってるアピールっていうことで、これもいるんですけど、まあ、例えばこの男も言ってますけど、今の流行はダンクだよ、海外のラッパーもよく履いてるじゃん、え、お前それ知られて履いてるの、やば、俺数年前から今の流れ来るって分かってたよ、トレンドちゃんと見てるから当たり前っしょみたいな、
なんかこういう俺は知ってるぞアピール、俺は前からこれが来るって分かってたアピール、いやもうこれも痛いなと思いますね。なんか結構いたりしますねこういうのは。で今3つ適当に例を出したんですけど、いやこんなやつらいるのって思うかもしれないですけど、いるんだなこれがっていう、結構 SNS とか見てると結構いますね。なんかまあなあ、見てるこっちとしてはやめとけよとか思うんすけど、なんか強がりたいタイプの人とかっているのかなっていう、いやー残念ですねという形です。まああとはですね、 SNS で人のスタイルサンプルにいちいち口出しをするって、これもたまに見かけるんですけど、なんか人のコーデ勝手に上げて、なんかそれについていちいちなんか文句垂れてるやつがいるかもしれないですけど、いやーなんかあれ見ててもダセーなって思っちゃいますね。自分のスタイルをもっと磨けよとか思っちゃうんですけど、人のことをディスってる前に自分のことなんとかしろっていう風に思っちゃいますね。あとはどうでもいいことにいちいち突っかかるっていう、いやこれもあるなっていう、もうなんかそんなこと本当気にしなくてもいいだろうみたいなところにいちいち突っかかって、なんかディスってくるやつとかもいるんですけど、バカだなと思いますね。あとはちょっとした言い回しのミスなどに対して重箱の隅をつつくようなちょっかいを出す、もうこれも結構 SNS とか見てると多いかもしれないですね。なんかそんなのニュアンスでわかるっしょみたいな、他人のミスとか言わなくても感づくだろうみたいなこととかあると思うんですけど、いちいちそこを指摘してくるみたいな。僕のこの動画も実際僕台本なしでこれ適当にフリースタイルで思ったことをベラベラ喋ってるんで、正直言うと見返すと言い回しミスってるなとか表現ミスったなってことって結構あるんですけど、まあそれを、まあこのチャンネル見てくださる方はすごいいい人が多いので、僕のそういうミスに気づいてても多分わざわざ指摘してくるような人っていないので、本当に恵まれてるんですけど、いやそういうなんだろう、人のちょっとしたミスをなんかマウント取っていろいろちょっかい出してくるやつとかもたまにいて、まあこれはなしかなと、はい、って感じですね。自分のことに集中しろと思うんですけれども、やっぱでもイケてる人は他人にマウントはやっぱ取らないかなと思いますね。はい、逆に言えばイケてない人ほど人に他人にマウントを取るってことだと思うんですけれども、はい、やっぱ逆に怖いのはイケてる人ってほんと丁寧で腰低いから、あのどう考えてか逆に勘ぐるっていう、いや裏で実は相当叩かれてんじゃないか、だから結構イケてる人と話すと結構緊張しますね。でまあこのイケてるイケてないってところでちょっと一つだけ言いたいことがあるんですけど、例えばですね、興味関心とかすごいあって本当に探求心がすごい強いけれども、このストリートカルチャーとかストリートファッションを始めたてで知識経験が乏しくて、今はそこまで格好がついてない人、まあ、旗から見たらちょっとダサく見えるかもしれないけれども、なんかちょっと頑張ってるみたいな、そういう成長段階の人と、そこそこその経験が長い、まあこのカルチャーとかいろいろそういうファッションとか興味関心を持って知識経験はあったりとか、まあなんて言うんでしょう、ある程度経歴は長いのに人にマウント取ってばっかで、肝心のカルチャーの肝の部分が分かってない人、それこそ音楽とファッションがリンクしてない人とか、そういう人は僕ダサいと思うんですけど、その前者で言って興味関心あるけど経験がないからカッコついてない人と、マジでその年数経ってるけど肝分かってなくてダサい人って、これ意味合いが全然違うと思ってて、いやだからそういうなんかせっかく興味持った、その新参の人とかに対して、いやおめえ出せよとか言うのって結構その人の、成長潰すし、なんかそれこそ新規参入が入ってこなくなってカルチャー自体長続きしなくなると思うんで、なんかそういう自分の経験を棚に上げて、なんかそういう分かってない人をディスったり攻撃するっていうのは正直一番いけてないことかなと思って、いやそういうの見てると、いやダサいのお前だろとか思っちゃって、僕も SNS からそういうの見てても別に突っかかったりは一切しないですけれども、やめた方がいいんじゃないのかなと思います。で絶対こういうこと言われると思うんですけど、お前の YouTube も人のこと言えねえだろって多分言ってくる人いると思うんですけれども、それに関しては本当すいませんっていう感じです。あくまで今のこの変なシーンに対するレーベル的な立ち位置でやらせてもらってるんで、そこはちょっとご了承ください。あとはあくまで YouTube なのでファンタジーなので、そこに関してはちょっと許してくださいという形でございます。ということで結構長くなっちゃったんですけれども、ちょっと一旦ブレイクで、2000年代ストリートファッションとヒップホップを語るチャンネルでは SNS もやってまして、 Instagram やってます、あとは、Twitter もやってるので、 Twitter では結構痛いことつぶやいたりするんで、よかったら見てほしいです。ディスってください、叩いてくださいという感じです。で次、ストリートファッションでやりがちな NG 例参戦その12は、インスタでハッシュタグ〇〇委員会ということで、いやこれはもう僕は何も言えねえなって感じなんですけれども、よくタグとかで〇〇委員会、〇〇クラブとかなんかプロフィールとかに書いてる人いると思うんですけれども、正直言ってすいません、これは言葉が見つからないっていう感じでございます。
いや本当にカルチャー好きだったら多分こんなハッシュタグいちいちつけねえだろうと思っちゃうんですけど、まああくまでこれも個人の自由なので、僕が旗から偉そうなことは言えないんですけれども、ちょっと見ててこれはないんじゃないのかなって思いますね。この〇〇に入る言葉を今僕がこれバッて言っちゃうとちょっと個人攻撃みたいになっちゃうんで言わないですけれども、このなんとか委員会とかなんとかクラブつけてる人で正直イケてる人を見たことがないっていうのはちょっと自分の感覚値なんですが、僕もインスタにとこういうなんか動画作りましたみたいな投稿するとき、アンチテーゼ的な意味で足元クラブとかわざとつけたりするんですけども、いや本気ではやってないのでちょっとそこは誤解しないでくださいということですね。ちょっと本気で足元クラブとかつけませんよということですね。つけてる、本気でつけてる人ですね。すいません、申し訳ないです。個人の自由なんで、あくまで僕の個人的見解ですという形です。あとは最後なんですけれども、ストリートファッションでやりがちな NG 例3選その13、それは変なポージングっていうことで、これは何かというと、例えばインスタとかで上げるときにその映えを意識したそのポージングというか、なんかなんだそのポージングはみたいな謎のポージングがあったりすると思うんですけれども、そんな感じです。あとは変な座り込みのポージング、なんか最近座り込んでスタイルサンプルしてるのをよく見かけるんですけれども、あれは何なんだろうなと思っちゃいますね。なんかセクシーっぽいポーズなのか決めてんのかわかんないですけど、あとは着戻りということで、いやこれはなしですね。問答無用で着戻りは NG だと思います。正直言って、あれなんであれがあんなに流行してんのかわかんないですけど、あれやる人の神経がわからんなということなんですが、あと最後は謎の決めポーズということで、なんか変なポージングして決めちゃってる人いると思うんですけれども、いやーなんだろうなと個人的な見解で言うと、サイジングぼかしてどうすんのっていう、なんか今言ったこのインスタは意識した変なポージングとか座り込みとか着戻りとか変な決めポーズって、サイジングボケちゃってなんか自分がどういうスタイルしてるのかってちゃんと映らないと思うんですね。なのでちゃんと立てよって思います。まっすぐ立てよって思っちゃうんですけれども、まあそれこそいろんな角度で撮ってちゃんと立ってる角度、他の角度とかいろいろあると思うんで、まあいろんなバリエーションあるのはいいと思うんですけど、まあ基本ちゃんと立った方がいいんじゃないっていう、いろんなショップのブログとかイケてるショップのスタイルサンプルとか見てもみんなちゃんと立ってると思うんですよね。なんか変な座り込んだりして よくわかんないポージングしてるのもないと思うし、それこそ昔のフォーダーガン侍とかでやっぱちゃんと見ていくと、いやみんなちゃんと立ってスタイルサンプルファッションスナップとかされてたと思うので、いやなんかちょっとそこら辺どうなのかなってやっぱ思っちゃいますね。ということで、まあもう本当に偉そうなことばっかもうひたすら言い続けて、お前が何言ってんだっていう気分悪くなった方多いと思うんですけど、本当申し訳ございません。多分また批判がめっちゃ来そうな動画だと思います。多分今まで以上に一番批判くんじゃないかなぐらいで思ってるんですけど、ちょっと攻撃的で偉そうですいません。僕ファッションインフルエンサーでもないですし、それこそショップスタッフでもなくスタイルアイコンでも何でもない、多分一般会社員なんですが、すいませんでしたということで、もう僕自身も自分で自分のことイケてるとは別に思ってないですし、偉そうなことを言える立ちじゃないことは十分承知して、こういう動画作るのも恐縮なんですけれども、まあ、ちょっと思ったことがあったので動画にしてみましたという形でございます。はい。でこの2000年代ストリートファッションとヒップホップを語るチャンネルでは、過去の人気ストリートブランド総まとめという形で、ブランドをまとめたりして動画作ってます。あとはスタイル別ストリートブランド紹介ということで、ストリートファッションにもいろいろな系統があるので、その系統ごとにどういうブランドがあるかっていうのをボリューム1、ボリューム2で解説しています。あとは過去のストリートブランド、人気ブランドの歴史について語ってますと。で、あとはですね、ヒップホップに関する動画も作ってて、おすすめミックシリーズ3選、あとは日本人名ビートメーカーっていう形でシリーズ作ってるんで、よかったらこちらも見てほしいです。で、もしこの動画いいと思ったら、チャンネル登録もぜひお願いできればと思います。という形でした。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。